先輩方、私だ。今日は久々に質問に答えていこうかなと考えた。それでまずは、まあ一番気になる質問から答えていこうかな。まあいい、まずはこれを見てくれ。最近になってこういった内容の質問が結構増えてきた。他にも結構あるのかな。あるみたいだな。おやおや、私の誕生日が書かれているな。これは見覚えがあることであろう。暗号の答えが書いてあるな。他にも見てみよう。これだな。こういった感じの問い合わせが増えてきた。それでさっきも言ったんだけど、2022年の7月4日というのは、まあ正真正銘私の誕生日だということだな。これは2016年に私が暗号を出した時の答えだな。よってこのツイッターに現れた人物というのは、まあ言ってしまえば私のファンが少しばかり悪ふざけで暴れてしまっているようだな。まあ軽い遊びかもわからないが、先輩方よく聞くんだ。私は今までに、まあ地震、まあ災害をヒントという形で、限りないヒントという形で2発連続で警告をして、まあピンポイントに的中させてきた。しかしながらこれははっきり言うことは許されないということだ。人口動態変化にまつわることということで、時空法に抵触するという点で言えないのもあるんだが、あと一つの理由、言えない理由というのは、現代の法律、これに抵触してしまうがためにはっきり言うことは許されないということだ。要するに犯罪を犯してしまうがためにはっきり言うことは許されないということだ。まずこれをしっかり理解してくれ。それで今回の、まあ残念なことに未来人ではなく現代人が悪ふざけ、私のファンであろう悪ふざけでツイッターという SNS の媒体でいたずらをしているようだが、よく見てみよう。これだな。おっと、これはちょっと間違いだな。これは違う。これだな。そう、これだ。よく見てみると、2022年の7月4日に南海トラフが来るようなことを発言してしまっている。完全に発言してしまっているということだ。この時点で法律は全く知らない子供だということが理解できるであろう。日本の刑法233条に業務妨害罪というのが存在している。例えば2016年に熊本の地震の際に、地震の影響でライオンが逃げたと嘘のデマを流した者が逮捕されたんだが、まさにこの刑法233条業務妨害罪に該当した。虚偽の風説を流布し、まあ分かりやすく言えば各機関やさまざまな施設に多大な悪影響をもたらすことだな。熊本で逮捕された20歳の学生かな、もちろんいたずらで動物園からライオンが脱走したと、ツイッターだったかな、ツイッターで流して、まあ
周辺の住民、あとはその動物園だとか、あとは宿泊施設だとか、あとは交通機関にも多大な悪影響をもたらしたということで、逮捕されたということだな。今回のケースを見てみると、業務妨害罪での逮捕はもちろんのこと、多大な損害賠償請求を様々な機関や様々な施設から莫大な金額を請求される可能性はあるということだな。映画先輩方よく聞くんだ。私のファンだということは十分に分かった。しかしながら2022年の7月4日というのは未来人である私の誕生日だ。よって2022年の7月4日に南海トラフ巨大地震が来ることはない。いいな。学生のいたずらというのは分かっている。いたずらというのは子供までが許されることだと私は考えている。しかし、そのいたずらも刑法を犯してしまえば逮捕されるのは言うまでもないことだな。まあいい。せっかくだから一つ質問に答えてみようかな。どれどれ？なるほど。おやおや、奇遇ではないか。なんと今日は、まあ実際のところまだ誕生してはいないんだが、私も今日が誕生日だぞ。まあいい、せっかくだから子供のに祝いのメッセージを言ってみようではないか。先輩方、おめでとう。それでは今日はこの辺で終わるとする。以上だ。